えー、ここに8人の人がいます。ちょっと考えてみてください。この中に LGBT と呼ばれるセクシュアルマイノリティの人たちは何人いると思いますか ?1 人、3人、あと6人、8人、この4つの選択肢の中から1つ手を挙げてもらってもいいでしょうかでは、いきますよ。この中に LGBT の人、1人だと思う人、0で。はい、ありがとうございます。じゃあ、3人だと思う人、 はい。あ、多いですね。あ、ありがとうございます。では、6人だと思う人。はい。あ、こっちも多いですね。じゃ最後、8人全員だと思う人。はい。ありがとうございます。正解を発表します。正解は、6人なんですね。では、誰が LGBT で、誰が LGBT ではない人か、わかる人いますかおそらく、ほとんどの人がわからないんじゃないかなというふうに思います。これが、 LGBT の問題の本質なんですね。LGBT はいないのではなく見えていないだけで、私たちの身の回りのところに、例えば家族だったり友人だったり、職場だったり学校だったり、あらゆるところに存在しています。では質問続きですがもう一つ質問をさせてください。この中にいる LGBT の人、それぞれどういったセクシュアリティ、性のあり方を持っている人たちでしょうか ?LGBT、 言われてるんだからレズビアンンンやゲイパイセクシャルトランスジェンダーこの4つのどれかなんじゃないのっていうふうに思う人が多いと思うんですけれどもちょっと説明をさせてくださいおそらく頭の中がすごく混乱すると思うのでまずはちょっとさらーっと聞き逃してみてください行きます一番手前側の帽子をかぶっている人は体の性が女性そして心の性が男性のトランスジェンダーですが好きになる性が男性なのでトランスジェンダーでゲイを辞任しています そしてその次の人は好きになる性が男性と一部の女性そして一部のトランスジェンダーも含むためポリセクシュアルというセクシャリティを辞任しています。そして3人目着物を着た人はパンセクシュアル。日本語では全性愛というふうに言うんですけれども好きになる性に性別は問わないというセクシャリティです。そして4人目は LGBT ではない人。そして真ん中向かって右側の人は体の性が男性。 ですが、心の性が女性でもなければ男性でもないという、エックスジェンダーというセクシュアリティです。そして、右から2番目の人は LGBT ではない人。そして最後一番右側の人はアセクシャルと言って、好きになる性、そもそも恋愛感情を抱かないというセクシュアリティです。さあ、どうでしょうか頭の中がすごく混乱したんじゃないかなというふうに思います。すごいいい感じでポッカーンってなってて、いいと思います。ありがとうございます。では、この混乱ついでにもう一つ最後に質問させてください。 私のセクシュアリティは何でしょうかもう皆さんもなんかいろんな情報があってもうお前何なんだみたいな感じだと思うんですけれども私は当てはめるとしたらいわゆるゲイ男性として男性が恋愛対象になるゲイに当たるのかなというふうに思っていますここで何を言いたかったかというと LGBT という言葉にはもう限界があるんじゃないかなということなんですね LGBT という言葉はすごく戦略的に性的マジョリティにマイノリティを認知してもらうために使われてきました。まだまだ認知は完全とは言えないと思いますが、近い将来ここ日本でもこうメディアがこうだんだん LGBT のことも取り上げ始めているので、いつかこうこ,こ日本でも LGBT は当たり前の存在になるんじゃないかなというふうに思っています。LGBT ではない人が LGBT を受け入れた社会、その先には何が待っているのでしょうか これから未来の話をしたいというふうに思っています。とはいえ、とはいえでも LGBT って初めて聞いたとか、LGBT って見たことがないっていう人もいるかもしれませんので、まずはちょっとだけ LGBT のことを説明しながら未来について話していきたいなというふうに思っています。LGBT とは、レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダーの4つの頭文字から取ったセクシュアルマイノリティの総称の一つです。 レズビアンとゲイは女性男性の同性愛者。そしてバイセクシャルは両性愛者。トランスジェンダーは体の性に対して心の性やジェンダーの表現が一致してない人のことを指します。LGBT といって4つの頭文字から取っていますが、先ほどの8人も含めて他のセクシャリティも含んだ総称として使われることが多いです。 電通が2015年に出した調査では、日本の人口のうち LGBT は7.6%、13人に1人いるというふうに言われています。例えば、左利きの人口だったり、例えば、AB 型の人口より多いと言われていたり、日本で多いとされる4つの名字、佐藤さん、鈴木さん、高橋さん、田中さんの4つより多いというふうに言われているんですね。ちょっと聞いてみましょう。この中で、佐藤さん、鈴木さん、高橋さん、田中さんの人。はい。あ ちょっと周りを皆さん見渡していただけるとわかるんですけれども、この人口のうちにこれぐらい。で、LGBT はこれぐらいかもうちょっと多いというふうに言われているんですね。どうですか多いと思いましたかちょっと少ないと思いましたかと、この LGBT なんですけれどもと、まだまだやっぱりここ日本でを見てみると、LGBT ということがこう笑いのネタに使われてしまって、いじめやハラスメントにつながってしまったり、なかなかコミュニティに属しづらかったりして、 LGBT はカミングアウトしても受け入れられないんじゃないかというふうに思い込んでなかなか本当の自分のことを話せない。それに対して LGBT ではない人は LGBT なんて見たことがない、どういう人たちがわからないから配慮のしようがないというこの負のスパイラルみたいな感じがこう続いてしまっているのかなというふうに思います。この負のスパイラル、断ち切ることはできないんでしょうかい,いえ、私はそうではないというふうに思っています。この負のスパイラルを断ち切れる存在が一つ。 あります。それが、アライという存在です。アライとは、英語のアライアンスから来ていて、支援者や同盟、味方という意味を表す、LGBT のことをいいと思っている、主にストレートの人のことを指す言葉です。なぜ、アライが増えるといいのかというと、例えば、LGBT がカミングアウトしやすくなったり、例えば、LGBT がカミングアウトしていなくても、周りに味方がいる、理解してくれる人がいるということがわかるので、 より安心して暮らすことができます。例えば、飲み会で、ホモやオカマ、男女というような差別用語を使って笑いが起きていた時に、アライがいて、その言葉って実は良くないんだよというふうに言ってくれたら、もしかしたらそこにいるかもしれない LGBT がそのコミュニティでより安心して生きることができるんですね。では、アライになるためにはどうすればいいんでしょうか実はアライになるのってすごく簡単なんです。まず、一つ目に、 LGBT について知ること。そして二つ目に自分はアライであるということを表明する。たったこれだけなんですね。えっと、ちょっと自分の話をしてみたいというふうに思います。自分は、えっと、カミングアウト、こうして自分がゲイであることをカミングアウトし始めたのは高校を卒業してからなんですけれども、初めて母親にカミングアウトした時に母親から言われた言葉を今でも覚えています。 自分の名前は松岡宗氏というので宗氏っていうふうに呼ばれているんですけれども宗氏の人生なんだから好きに生きなさい宗氏が、えー、と病気になった時に誰かが隣にいてくれるということが大事でそれが一番親としては心配だとその隣にいるのが男でも女でもそんなものは何でもいいというふうに言ってくれましたこの言葉がすごく今でも自分のすごく自信につながっていてこうして活動できています そんな私は当事者の立場からこうしたライを増やすために今活動しています。例えば、LGBT について伝える出張授業を展開する NPO に所属していたり、昨年の12月にはここ明治大学にまずはライを増やそうということで、明治ライウィークという1週間のキャンペーンを企画しました。LGBT とライ、この関係がうまくいけば、 ここ日本でも LGBT は当たり前の存在になるんじゃないかなというふうに思っています。前置きが長くなってしまいましたが、ここまでが LGBT についての話。では、未来はどうなっているのでしょうかもう一度、冒頭の写真を見てみたいと思います。この中に LGBT 何人いますか誰が LGBT で、誰が LGBT ではない人でしょうか加えて、ここにいる会場の方一人一人、あなたのセクシャリティは、 何ですか私は、私も含めて、ここの8人も含めて、そしてこの会場の人一人一人も含めて、全員が一人一人にセクシャリティって持ってるんじゃないかなというふうに考えていて、そしてそのセクシャリティやジェンダーというのはグラデーションになっているんじゃないかなというふうに思っています。セクシャリティやジェンダーはグラデーション。セクシャリティ、ジェンダーはグラデーション。ジェンダーはグラデーション。そう。 私が考えた概念はジェンダーグラデーションです。誰を好きになるか、好きにならないか、自分の性をどう思っているのか、例えば男らしさや女らしさなど、自分の性をどう表現するか、セクシャリティやジェンダーはグラデーションになっていて、一人一人が多彩な性のグラデーションの中の一つである。そして、誰もが自分らしさを表現できる。これを私はジェンダーグラデーションというふうに表現しました。 ちょっと言葉にすると難しいかもしれませんね。なので私はこの明治アライウィークの中でこれをファッションショーで提示してみました。それがこちらです。えっと、ファッション、ジェンダーグラデーションを表現するためにファッションを一から制作してこれを表現しました。ちょっと一つ紹介してください。紹介させてください。このファッションは 体の性が女性、そして体の、あ心の性が男性のトランスジェンダーのためのマタニティウェアです。例えば、トランスジェンダーの人の中でも、えっと、男性として生きていきたいけれども、子供は自分で産みたいという人もいたり、トランスジェンダーの中で、手術によって体を変えたい人もいれば、そうじゃない人もいたり、本当にグラデーションになっているんですよね。ただ、思い返していただくとわかると思うんですけれども、 今の、えっ、ー、と、マタニティウェア、ほとんど、おそらくほとんどのものが女性用のものなんじゃないかなと思います。そういったことで、このファッションを制作しました。また、ジェンダーグラデーションの世界では、アライの概念も少し変わってくるんじゃないかなというふうに思っています。先ほど、アライの説明の中では、えっ、ー、と、アライアンスから来ていて、支援者や同盟者、味方を表す、主にストレートの人というような表現をしました。 実は私はそれだけではないんじゃないかと思っています。例えば私はゲイですけれども、例えばレズビアンや他のセクシュアリティの人たちが悩んでいたら味方でありたいなというふうに思っていますし、例えばストレートの人が男らしさや女らしさにめんどくさいなというふうに思っていたら、同じように味方でありたいなというふうに思っています。このように LGBT もあらいになれるんじゃないかなと考えているんです。また、 もしかしたらこの荒いという言葉、LGBT だけの言葉じゃないかもしれないというふうに思っています。一人一人が持つあらゆる違いに対して味方でありたいというふうに思ったとき、私も含めて、そしてここの会場にいる人一人一人全員含めて、誰もが誰かの荒いになれるんじゃないかなというふうに思っています。そんな荒いを増やすために、増やすために、明治アライウィークではもう一つイベントを実施しました。 そちら、それがこちら、アライ・ン・ホワイト、白い服を着てアライという意味のイベントです。参加者の方には、白い服を着て集まってもらって、写真を撮って、そして、自分はアライである、アライになりたいということを、ハッシュタグ、明治アライウィークをつけて SN、SNS で拡散してしまう、拡散してもらう、そういったイベントです。なぜ、白い服にしたかというと、光の三原色集めると、白色に、 なるんですよねそこからわかるように実は白色の中にはいろんな色が含まれているんですそこからわかるようにと誰もがここから自分の好きな色自分らしい色を誰もが表現できるようにという願いを込めて私たちは白色を選択しましたもう一度冒頭の写真を振り返ってみましょうもうお分かりですよね全員が白い服を着ています そして今日私も白い服を着ています。誰もが誰かのアラいになれる。そんなことを表現するために白い服を着ました。もう一回、一番最初の質問をさせてください。この中に LGBT は何人いますか誰が LGBT で、誰が LGBT ではない人でしょうかそしてこの中にいる LGBT、それぞれどういったセクシュアリティ、性のあり方を持っている人たちでしょうかそして、 私と、私のセクシャリティは何ですかそして最後に、ここにいる皆さん、あなたのセクシャリティは何ですか答えは、一人一人が多彩な性のグラデーションの中の一つで、そして全員がアラいだと思います。ちょっと大雑把かもしれませんが、これが私の考えるジェンダーグラデーションの世界です。アラいになること、実はすっごく簡単です。自分はアラいであるっていうことを表明する。 たったこれだけなんですね。ぜひ皆さんも洗いになってみてください。ありがとうございました。